阪急バス車両新南交通車両アルペン、飯田号とは、1989年から1992年まで、大阪府大阪市と長野県飯田市を結んでいた、高速バス。現在は、アルペン、稲号が上飯田、駒場に停車してカバーしている。2012年11月より、伊賀ダが復活し、事実上、飯田市内乗り入れが復活している。中交便1日1往復。 大阪から新大阪、千里ニュータウン名神、茨城名神、高槻名神、大山崎京都深草小場、伊賀漁、EWC 原則として、全便化粧室付き4列シート車で運行。新南交通のお知らせ高速バス、大阪線伊賀漁追加名神、茨城の廃止、伊那バス遠隔大阪線運行開始平成元年12月20日。 新南交通遠隔平成3年6月大阪線運行開始稲バス阪急バスと3社で共同運行開始上飯田が最寄りとなるが伊賀漁飯田バスセンターには行かないため飯田市内の最寄り手留所は上飯田となる新南交通のお知らせ高速バス大阪線伊賀漁追加名神茨城の廃止ありがとうございます